バーバラは歌とダンスが得意だぞ。冒険がうまくいかないときは彼女のステージを見て観客たちと一緒に応援すると気分が良くなるんだ。不思議だろう。多分これが彼女が人気ある理由だろうな。俺も団長として人気だったらいいのに。あの子は可愛いけど距離を置かないといけない。一緒に遊んでるとクレイの爆弾が急に爆発するんだ。俺は別にいいけどクレイが怪我したら大変だ。騎士団を敵に回すことになる。彼女は異世界から来た断罪の公女ですごいんだぞ。何回も彼女の故郷に行って冒険したいと言ったが、その話になるといつも話題をそらすんだ。きっとすごく危険な場所だから俺を心配してるんだと思う。ジン団長に冒険者協会への支援を要請しようと思うんだが、どう話せばいいかわからないんだ。冒険者協会は騎士団みたいにたくさんのルールがないし、俺も親父たちもこんな感じだからな。こういう態度でジン団長と話すのはダメだよな。騎士団の敬礼でも覚えた方がいいのかな。名実ともにある大団長は俺の憧れなんだ。セピロス騎士団を率いてるなんてそれだけですごい人だろ。でもよく考えると冒険団が大きくなりすぎるのも良くないよな。冒険団が忙しくなると親父たちの世話ができないからな。やっぱり今のままの方がいいや。ホウロウ寮の男の子か。一見怖そうに見えるし口数も少ないけど面白いやつだぞ。俺もあいつも肉が好きだからな。俺が肉料理を作って食べさせると狼の言葉を教えてくれるんだ。今度お前も一緒にどうだ。ああ思い出したぞ。あの女の子はいつも全力疾走って感じがするよな。よく町の外へ冒険に行ってるらしいから俺と一緒だな。でも道中で鍋を見つけると黒い煙とともに何か焦げた匂いがしてくるとか。まさか彼女も運に恵まれないタイプか。彼女のことは俺も長いこと注目してきたよ。彼女は才能があって努力を惜しまないけど、騎士団では正式な騎士ではなくメイドとして働いてるって言うんだからもったいないと思わないか。冒険者協会に来てくれたらすごい冒険者になるかもしれないのに。何？俺のことを知りたい？俺は運に恵まれない普通の冒険者だよ。お前が経験してきたことと比べたら全然話にならない。親父たち、俺はモンドのベテラン冒険者たちをそう呼んでる。あいつらの話だと俺が赤ん坊の頃とても危険な場所に捨てられていたが親父たちが拾ってくれたらしい。不思議だろ。俺は不運なのに誰かに拾われて今まで生きてくれたなんてまるで奇跡だよ。見抜かれたか。そうだ、ベニー冒険団はかなり前から俺一人だよ。俺は疫病神だから、どんなに簡単で安全な冒険でも危険にさらされることになる。誰もそんな団長にはついていきたくないんだ。お前もそう思うだろ。俺の不運は生まれつきでもう慣れっこだよ。考え方を変えてみると不運もいいことだぞ。だっていつか俺は不運のせいで死ぬかもしれない。だから俺は生きてるうちにいろんな場所を冒険したいし、いろんな人と知り合いたいと強く思うようになった。でないとお前と知り合う機会もきっとなかっただろう。いつの間にか長い時間お前と一緒にいるんだな。実は俺には夢があって、モンドの冒険者協会が七国で最も立派な協会になったら俺はテイワット大陸を周遊したいんだ。ベニー冒険団は最強の冒険団になって俺たちは偉大な冒険者になる。いつの間に入団したことになったんだって？まあまあ細かいことは気にするな。
誕生日おめでとう。新たな一年が最高の幸運に恵まれますように。安心しろ、不運は伝染しないぞ。俺がいる限り不運はお前の方に行かないからな。